はいどうも皆さん、キャシーと申します。ザ・ミディアム、続きやっていきたいと思います。えー、前回はヘンディの中に入ったトマスの話だったんですけども、まさかの敗北っていうね。 あれだけ生きっていた霊界側のトマスなんですけども、ヘンリーにしてやられていました。まあ、ただ、あの、現実側の方でね、隙を作ることができたので、まあ、無駄ではなかったんですけどもね。えー、そして、えー、まあ、目的を達成できなかったんですが、あの、リリアンとね、マリアンは、あの、燃えてる。 赤い家の中にはいなかったみたいで、助かったみたいですね。そして、えー、一個衝撃の事実が分かって、リリアンとマリアンは両方ともトマスの娘だったと。まあ、名前からして分かりますよね。リリアンにマリアン。安直すぎるぐらい似てますよね。田中郵美生春かなと田中優美生秋かなぐらい似てますからね。<laughs> ということで、えー、やっていきましょう。で、えっ、ー、と、目的は何だったかなあー、違う違う。えー、っと。 えー、赤い絵を調べるトマスの家の秘密を暴くですね。ということでこちら側はもう行く必要はないのかなああ、もう向こう側には行けなくなってますね。じゃあ家の中を見るだけでいいんだ。まあ燃えちゃってますけど。んもう声が聞こえるぞ。o、okay, k よし集中よここはかつて私の家だった場所何かがあるに違いないお鏡あっていうことはこれ霊界側に行けるやつかよしここの裏側に何があるのかを見てみましょうあーちょっと待って先に現実側の方を調べさせておくれえー、っとこれはこれがあれか 全部燃えてしまってるけど、まだ判別できるものがある。ここで。あー、でも何もないな。特に調べられるわけではない。あれは人形の家。どうして火事で焼けなかったの何かあるな。鍵がかかってる。開ける方法があるかもしれない。えーっと。 これで調べても得意ない。霊界側の方で何か見つけるんだな。俺は家族の写真だわ。このように残されているのを見るのは悲しい。ああ、ちょっと待って。俺、回転。こうか。これ、右側トマスだね。トマスと奥さん亡くなったっていう奥さんだ。 奥さんの顔は初めて見たもんねえああちょっと待ってなんか配置できる場所が3か所あるなそれによってなんか変わるのか一旦持っててみるか一旦ねこれと鍵のついた てるやつにあここもなんかあるてかたくさんあんな <Another photo. S 1> また別の写真ねなんだかわからないけどこのまま置いておくのは何か気持ちが悪いわこれ写ってるのがどっちだろうねどっちがお姉さんかまだわかんないんだけど多分リリアンの方が姉なんじゃないかなって気がするで多分妊娠してるよねそれがマリアンの方なのかな でお、ちょっと待って。手前側。こっちを先に。写真の置き場所を見つけてあげないと。あ、こっちは二人ともう生まれた後だね。あ、なるほど。これをさっきのところに飾ればいいだけかな。もしかして。まあでも順番があるんだろうな。なんか点があるような気がしたけど。奥の方は あ、悩む男の目も悪魔。あの子が彼女を見る目に耐えられない。お前に起きた事件が原因で、あの子は彼女を嫌ってる。彼女のせいだと思ってるんだ。まるで彼女が意図的にやったのだと言わんばかりに。あの子はまだ若すぎる。理解するまでには時間が必要だ。だが時々俺は恐れてしまう。あの子が彼女に何かをしでかすんじゃないかと。俺は自分に言い,、えー、言い聞かせ続けてるあの、えー。あの子はそんなことをしないと。 だがそれでも誰もが自分だけの悪魔を飼っていることを俺は誰よりも知っている。あの子、彼女、どっちかがリリアンでどっちかがマリアンかなわかんないけど。まあ、悪魔を飼ってるっていうのはね、あの、ヘンリーのやつもしかり、リチャードもしかりだったからね。まあ、もちろんトマスもしかり。これだけかななんか、そうか、これ。 点が見えんのはこれ下か地下があるんだなあ地下があるんだけどこっからは地下にはいけないのかとりあえずここにどういう順番とりあえず丸三角はねえなはははは丸三角下四角みたいな感じでやろうと思ったのに なかったわこれは違う気がする多分別の並び順がこれ後でヒントがあるのかなあるけどぶっちゃけあ時系列に並べるんだなこれ分かった分かったえー、っとじゃあこれが最初でえー、っと違う待って結婚が先だからえー、っと これでしょここにまずこれで次に丸で最後にこれこれで合ってると思うわレコビツ一家の歴史でこれであれかな霊界側の方におそらくあのエネルギーの供給源みたいなやつができてるんじゃないかな でも結局、ここ何の意味があるんだこれか見せたかったのは、蝶のやつがなんか、関係してんのかな黒い蝶。ま、後でいいか。うん、地下も行けなさそうだし。じゃあ行きましょう。はい。で、こっち側は行けない。あ、でも、地下行けないな。こっちも行けない。 これはよはこれまた切るのかいいやー気持ち悪い。はい、あやっぱり蝶だ。派手な装飾の蝶々だ。何か欠けている気がするのはどうして何か欠けているこれだけですかねはい。 で、先ほどやったやつだね。君はね、前で感情のようなものがかめ、えー、壁に掘られている。あっ顔がこうね、君はのほど見覚えがあるわ。喜びのマスク。これあの、解放した人たちのやつと同じもんだよね、たぶん。で表でやったのは、たぶん、今のマスクが。 出てきたっていうことでいいのかなまだ供給源のやつじゃないのかあれ他には何もないな。マスクを手に入れることが目的でも、こっちで手に入れたやつって向こう。あ、でもそっか。体ごと来てるからいいのか。戻って、で、多分ここで。 これ、あ、でも、アイテム使えないんだよな、別に。あ、ちょっと待って。けど、これでもねえしな。人形の家だ、開いてるわ。ほんとだ。<laughs> なるほど、どうやら実際の家のレプリカのようね。うん、ここに何か置けそうね。<laughs> ほう。 うん、小さな鏡じゃないかしら鏡うーんなんか置くけどさっきみたいな鏡みたいなやつが他にあと2つは少なくともあるってことだよねちょっとこれ並べる場所が違うのかなここ変ね何かが動かされた感じがするわこれなるほど鏡そういうことか これで出る場所は違うんだなるほどなそうだやっぱりね人形の鏡、えー、家に鏡全てつながっているんだわこの部屋には見覚えがある。そういうことか。これはこれは頑丈そうに立ち切れないと思うわこれうーん、蝶じゃないよな。 マスク違うな。これは何か別のものが必要ですね。ここは鍵がかかっている。スロットは4つね。つまり、蝶々が4匹必要ってことかしら。あー、なるほどな。とりあえずはめてみる ?1 個は OK。そっか、表にあったやつはそのヒントか。順番のヒントですね。 ここはだからまだ関係ないってことだよね。ここ、これは切れるね。いやーっと。蝶々。Hey. S. <S 別の蝶々。OK。じゃあ、これはもう一個の部屋の方に行けば、手に入りそうかな。多分、これここだよね。OK。 えーっと、ここ。今度は上だね。上の左側の部屋。この部屋、私を外へ押し出そうとしてる感じがする。まる、あ、で私にここにいてほしくないみたい。っていうことは、ここがリリアンの部屋なのかなもしかして。なんだこれ。待って。これはここじゃないと思うわ。これ、さっきのぶら下げるやつかな 多分で手前側もああなんかあるね下に何かとりあえず切っちゃおうスパッと行きたいけどスパッと行けないのね OK で <is> これは何悪魔とのお茶会ここで仮面を使うのかなるほどな。 けどどれがどれかさっぱり分からんぞ私は知ってる魂の捕食者あなたの痛みが感じられる What <the> hell? 何とりあえずもう取れないから会ってはいるっぽいなまた他のところかあと2つ取ってこないといけなそうだね I I hate you. 大嫌い All <of> you. みんな大嫌いい 誰も知らないんだ。誰も分かってくれないんだ。私は分かってる。あマスク。また別のマスク。あれが悲しみの言っていたお友達だったのオッケー、二つ目。他はないかなえー、っと、ここにも。これ、蝶かな蝶っぽいね。 いやーここするといった気持ちいい <another> オッケーじゃあこれでさっきのやつあそこにはめれば蝶が全部揃うのかなとりあえず仮面はめちゃおうかあいつらに見せてやれるあいつらに分からせてやれるそれがどういうものなのか s、like. <S あいつらに感じさせよう 何のことを言ってんだろう霊界を見る力のことを言ってんのかなで、まずはここだな。ここで、ここにこれ。私にあいつは必要ない。あいつは私がママを奪ったんだ。<hate> あんなや大嫌いだ。死ねばいいのに。<Really? S 1> あー、見えた。<I> リリー、私は。No, <it> 違う、<my fault. S 1> 私のせいじゃない。私、一体何が起きてるの もう見えましたね。とりあえず、えー、っと、リリアンが姉、マリアンが妹。で、マリアンを産んだことによって奥さんが亡くなった。奥さんっていうかそのお母さん。だからトマスの奥さんが亡くなったってことだね。うん、見えましたね。これで最後だといいけど。そういうことっぽいね。だから、リリアンはマリアンのことを嫌ってたんだ。 えーっとなんかかけたような蝶々かけたような蝶々こっちかなでこれがこれ自分を救って私が手伝ってあげるあいつはどうなるの放っておいて火に焼かれればいいんだ、oh、<God. S 1> ああそんなあ三3つ目のカーメン これで仮面も揃った他にはないと。元凶はあれなのかなリリアンの方なのかなもしかして。で仮面のところであれここか。はい。でもここに彼女は置いていけない。死んでしまうわ。それでいいの。母親のことを覚えていないの全部あいつのせ。い。 こいつにそそのかされてた感じなのかな no. 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 違う違う <No. S 1> あの人は私の妹よならば私を解放して私が二人を救ってあげる、ah, なんだなんだちょっと待って待って待ってバリアが使えないえっとこっから逃げる逃げるおおおれた <God damn. S 1> そんな あいつあの子から出てきたわ私たちの命を消費して脱出したんだわリリーあの子私があの子を見つけないと魂の捕食者ってトマスのあの霊界トマスのなれの果てなのかと思ってたんだけどそうではなくってリリーの中にいたんだもともとはねなるほどな 一気に見えてきたね。あ、あー、こう降りるってことか。あら、地下はほとんど無傷ずね。ここなら何か手がかりが見つかるかも。また話し声。これかえー、っと、こうかな。あった。あった。 家事のことについて教えてくれ、リリーお前たちだけ、中に閉じ込められていただろ<ー>い,いえ、私たち私たちだけじゃなかったわ<ー>何？他に誰がいたんだ声よ私は呼んでないけどでも、とにかくやってきてしまった <noise> あー、それが、あれかなあの、化け物の、魂の捕食者の 話なのかなかえっ、ー、とこっちにもあるけどそっちは一旦後かな手前あっとここが来たところがあれちょっと待ってこっちは別の部屋かうーんどっから調べればよいのでしょうかま手前まっ、あ、いっか1個1個行こうか とりあえずここれるえー、先進んじゃった。秘密の扉を開く方法を探す。クソ、これは手強いわね。軍事用みたいね。頑丈な鋼にダイヤル状。じゃあ、これを解かないといけないのか。なるほどね。じゃあ、えー、っと、一旦。 目的はじゃあこの中に入ることということで周り、まあ、をじゃあ探そうとんこのさ話し声聞こえるのはもうやったよなこっち側にもあるってことこれかえー、っとこっかお父さんマリアンはどこ あの子はしばらく病院にいないといけないんだ。大丈夫なの私はマリアンに会いたい。あの子は眠ってるんだ。いつ眠りから覚めるか医者もわからないんだ。私は昏睡状態だった。だから何も覚えていなかったのね。これ、あの魂の捕食者にやられたってことなのかな、一回は。 俺はここかリリ、聞いてくれ。今すぐ俺と一緒についてきてほしいんだ。お父さんど、どこに私を連れて行くのすまない。本当にすまない。トマス、彼女一体何をしたのまたここにも何かある。 ああ、悩む男の面は別の種類の病気。彼女は病気だ。だが体の病気ではないのかあいつが正しかった。あの最悪な夜。何かが目覚めた。何かが生まれたんだ。彼女の中で。そいつは内側から彼女を蝕んでいる。彼女の力を食らってる。彼女の小さな体は衰弱,しき、えー、衰弱してきている。何か手を打たないと。俺たちでどうにかしないと。これがマリアンのことか。 マリアンの体の中にあの魂の捕食者が入ったってことなのかまだちょっとわからないですね。オッケー、じゃあ今度はこっちかなえー、っと、これ、調べらんない。こうか。ほとんど読めないけど、まだ判別できるものもあるわ。 レシート時間の問題。腕時計店。クラクフグロツカ通り。クラクフってなんか、あの、なんだっけ、ヘンリーの中でなんか聞いたな。何の注文なんだろう。ま、腕時計って書いてあったが時計か。他はないかなおっと、久しぶりのボルトカッター。いや、久しぶりでもねえか。<laughs> ずーっと大活躍だな。 オッケーこれには多くの愛情が注がれているでも悲しみを感じるわこれだからさっきの話で出てきた腕時計だよね多分他は何かあるかな他はないねでこっち奥も調べたしそこも見た で、ああとるしかないよね、でも。あれこれそうだよねこっから来たんだよねあ違うなえー、っと欠けているピースやつはどこかにいる俺には、えー、俺に分かるのはそれだけだなんだこれなんでう,う,うねうね動いてんのこれなんか勝手に動いちゃうな、えー、やつはどこかにいる俺に分かるのはそれだけだクソ俺がここに座ってこれを書いていて えー、口の端からよだれを垂らしていないという事実は証拠として十分だろう。んやつを見つけないと。面白い話だ。俺はずっと一人、唯一の存在になりたかった。だが今は二人いたことなんてなかったと思い始めている。俺たちはずっと同じコインの表裏のような存在だったのかもしれない。これトマスのあの霊界側の自分とあれの話か。自分あのー、自分と霊界側の自分か。 いずれにせよ、俺にはやつが必要だ。俺自身が必要だ。彼女を救うために。なるほどね。今まではなんかちょっと反発し合って言っていうか、認めていないみたいな感じがあったけど、やっぱり協力しないと救えないぜみたいなことなのかなここにメモが一つ。それだけかなはい。 えー、活路を見いだした、えーえー、2月27日今日はあいつの誕生日だこの日になるといつもあの瞬間を思い出す最初にあいつを見た時のことだあの小さな尊い光、えー、尊い命その時の俺は父親になるということだけのために何でもしただろうもう一人の自分を抑え込むためにだが今はその力を取り戻そうと必死になっているあいつを助けてやるために救ってやるために ようやくやり方が分かった。危険だが、これが唯一のチャンスだ。もし失敗すれば、いや、成功する。成功させないといけないんだ。これ、そうか。マリアンの中に何かがいるってなって、それを救うためにはマリアンの中に、その自分の霊体を送り込んでやらないといけないんだけど、力を失っちゃってるってことなのかなその力を失った原因が、あの、ヘンリーとの戦いの敗北なのかなもしかしたら。 これだけかそこ入ってきたとこだよなあっもう登れないねうーんもうあの城の中に入る情報は全て揃ってるってことなのかもしかしてあるとしたらこいつだよなこいつが大事だって っって言って言たんだからあおめでとう10周年ね時が過ぎるのは早いわねこれは記録をつけるのに役立つと思うわ愛してるはおまぬけさんああこれ読むの忘れてたね数字はたくさんあるんだよな1976とかかな1976違う そうですか。あー、やっぱりそうだ。石で始めたことは何が何でも。あー、やっとあった。めっちゃ時間かかった。ははは。えーっとですね、解説をすると、もう思いっきり無言でずっとやってたわ。えー、っとですね、ここのところの、これですね、えー、これが、 日付1976って書いてあって、で、これがまず最初ダメだったんですよ。で、これが、これを見ると、10周年ねって書いてあるんで、多分これ奥さんだよね多分。なので、奥さんと出会った年っていうことなんだろうね。奥さんと出会った年っていうのは、えっと、この時計を買った10年前なので1966年と。で、今1966って入れたら、開いたと。 や奥さんと会った大事な年をここの入力のパスワードにしていたってことですね。秘密の扉を開く方法。赤い家を調べる。まだ地下があるんだ。地下通路を抜ける道を見つける。どういうことえ待って待って。赤い家を調べる。もう終わったけど。<laughs> どういうことやね。なんだ うわ、あっと、魂の捕食者、やっぱり来たね。うわ、あ、またこれ。逃げろ、逃げろ。ここに囚われてたのか危ない、危ない。なんだ。カ関西、関西じゃない。うん、危ない。 ここで終わらない全ては私の中で終わるのクソどうせでいつをやっつけられるのこれあれか最終的にマリアンの中にいてでそれをここに封じ込めてたとかそんな感じなのかなもしかして はい。ということで、赤い絵を調べて、赤い家の地下ですね。地下施設なのかなちょっとわかんないですけども、にやってきましたが、時間もちょうどいいので、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。